はい、これから出発です。出発です。皆さん出ますよ。はい、行きましょう。はい、行きまーす。令和新選組参議院選挙の政策担当部長長谷川ういこです。皆さんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。さて皆さん、この夏政府が節電するために昨日打ち出した政策、皆さんご存知ですよね。節電ポイント、なんでいつもポイントにするんでしょうか。これ当然利権をかますためですよね。皆さん普通に現金を配ればいいじゃないですか。そうですよね。世界では光熱費の補助、当然現金で行ってます。そしてインフレに対して現金給付も行っている。さらには消費税の減税も行っている。ところが岸田首相、節電ポイントを打ち出しました。あれ1回だけ2000ポイントなんですけど、その次から65円になるんですよ。皆さん知ってました？そんなので節電が済むと思いますか？そうですよね。これ政策を変える必要がありますよね。皆さん2万ポイントに、そもそも日本なんでこんなにエネルギーが高騰しているかというと、エネルギーのほとんど石油や天然ガスを海外から輸入しているんです。毎年16兆円以上も輸入しているということは、16兆円分のお金が海外に流出しているってことなんです。これ日本で生産すればいいと皆さん思いませんか？エネルギーを国産化することは経済安全保障にとっても一番重要ですよね。自分の国でエネルギーを作ればいい。自分の国でそうすれば産業がもう一度生み出せる。そして雇用も作れる。そしてエネルギーも地域で作って地域で循環する、こういう経済に変えていく必要がありますよね。皆さん、私令和新選組の脱原発グリーンニューディールの政策立案に関わりました。この脱原発グリーンニューディールこそ日本の国内に産業を作り、国内で雇用を生み、そして国内のエネルギーを作っていく、そのための政策なんです。そのために200兆円を10年間で投資してイノベーションを進めて国内に産業を取り戻していく。皆さんこれぜひ実現しましょう。岸田首相のあのしょうもない2000ポイントではなくて、令和新選組の200兆円の脱原発グリーンニューディール、一緒に実現していきましょう。令和新選組の政策、よく私も過激だと言われます。でも過激ではありません。グリーンニューディールはすでにアメリカで実現されつつある。そしてヨーロッパでも実現されつつある。これからの産業構造の転換の柱となる政策です。令和新選組こそが日本の中で最先端、世界の最先端の政党です。令和新選組と一緒に日本変えていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。本当にたくさん拍手をありがとうございます。令和新選組、この参議院選挙の経済担当部長、そしてグリーンニューディール政策、グリーンニューディールのこの専門家でもあります。グリーンニューディールといえば長谷川ういこ、そう言われるような長谷川ういこからの話でございました。皆様ありがとうございました。そしてここで2
再び。続いての令和新選組の比例の候補者、中の人ですよ、中の人、つまりは令和の経済政策を作ってきたそのど真ん中の人、この人が中から外に飛び出して候補者となりました、長谷川ういこです。ありがとうございます。皆さん、昨日も言いましたが、昨日アメリカやりましたよね、奨学金をチャラにしました。8000億円分の奨学金をチャラにした令和新選組が掲げていた政策です。これぜひ皆さんやりましょう。ありがとうございます。先に言ってたのに先越されちゃったね。ありがとうございます。でも追っていきましょう、やっていきましょう、さらに拡大していきましょう。奨学金チャラ、奨学金特製例でございます。長谷川ういこでございます。ありがとうございます。そして子ども手当月3万円、これもアメリカで実現しています。子どもの貧困、日本でも深刻。アメリカでは月3万円の子ども手当で500万人以上の子どもたちが貧困から脱却できると言われています。これ令和新選組の今回の重要な公約の柱、これも実現していきましょう。ありがとうございます。長谷川ういこでございました。ありがとうございました。令和新選組比例の候補者たちです。ない、大企業もいない、スポンサーもいない、しがらみがない、だからできるんです。それを支えるのは皆さんですよ。やらせてください。ありがとうございます。水道橋博士でした。令和新選組の比例のメンバー、つまりは2枚目の投票用紙にあなたのお気に入りを個人名としてお書きください。それが見つからないときには、わからない、混乱したというときには、ひらがな3文字令和とお書きください。最後にもう一度ご紹介を、蓮池透、長谷川ういこ、水道橋博士、ありがとうございました。2枚目の投票用紙にはあなたのお気に入りを見つけて個人名を書いてください。ありがとうございます。さあ、個人名が、わからない。